はい、どうも、ゴミです。さて、本日もこちら、バーエレインさんからですね、つむぎ組の皆様の、アタック見ていきたいというふうに思います。タウンホール12のアタックを今日中心にやっていきたいというふうに思うんですけども、13がね、やっぱりね、14と戦術的には、まあ、近しいものがある。プラス、これまで13の動画いっぱい僕のチャンネルあったんで、最近少なめです。基本的にはこういうクラン対戦の解説系の動画やっております。今回は12いきますけども、12から14メインにやってますので、最後までご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では本日見ていくのはですね、これエレインさん式と言っちゃっていいんでしょうか。あのね、めちゃくちゃね、すげえ、ネクロドバ出し戦術がね、やっぱり炸裂するんですよね、これ。当然ながら初見のアタックなわけですよ。このね、対戦リーグですんで。あ、見てもらいたいのは、ライトニングとクエイクの数ですね。10と2。で、これ何をするかっていうと、これ、インフェルノとクロスボウを落としていくんですね。こういう風に。ポンと。これはこっちに入れればよかったなと思ったんですけどね。多分この辺までも、細かく考えなくてもいいやっていうレベル、多分かなりね、力を抜いた攻め方をしてらっしゃって、この全開取ってんだろうなと思います。このね、ライトニングからの、ネクロマンサードバダシラッシュがマジで強いんですよ。で、ポイントは、いかに、序盤のライトニングパートでアドバンテージを取るかっていうところが、まず1個目ですね。狙うべきは、タウンホール12で、まあ、13の、その、投石機がない前提になってきますけども、狙うべきは、クロスボウはとインフェルノですね。今のパターンで言えば、インフェルノがもう残り1本、で、クロスボウ0っていう状態まで、今までインフェ3本、クロスボウ4本あったところを、ライトニングとクイックだけでこう折っていっちゃうんですね。で、そうすると、あとはもう、何も相手はなすすべがないというかですね、こんな感じで、両サイドに流れたネクロマンサー、で、中央部分ではイエティって感じですね。まあ、イエティ、ちょっとね、イエティだけで、タウンホールワンチャン落とすことも考えてたんじゃないかと思うんですが、そこまでいかなかったんじゃなかったかと思われる。そうね。ギリギリ届かなかったですね。でも、両サイドに出ているネクロマンサーとかのね、体力が結構残っている状態で、ここまでこう、進軍してきているので、あともう、惰性でいけちゃうんですね。アーチャークイーンがタウンホールを一発射抜いて確か終わったんじゃないか。あ、アーチャークイーン出てっちゃったか。あ、グランドウォーデンが殴ったのかな。うんうん。すいません。なんかごちゃごちゃになってる。なってますけども、いう感じで、序盤のライトニングでも相手の主力防衛をこうね、ここ削り切ってしまえば、それ以外のところっていうのはもうドバッと出したネクロマンサーでみんな持ってきちゃうっていう感じですね。っていう、すごいシンプルな考え方の攻め方です。なんですけども、これが強いという感じですね。この村って壁こそタウンホール10、まあ、10レベルか。で、まあ弱いんですけども、防衛の施設そのものは、まあ、決して弱くないわけですよね。まあ、それをこんな風に軽くと持っていっちゃうっていう。このあたりの、ね、戦術のもうその、なんていうのかな、刺さり方っていうのが、マジで、すごいレベルだと思うので、これはですね、本当に、真似したいなっていう風に思う方多いんじゃないかと思いますね。まあ、最終的には結構危なかったですけども、アチャクイのクロークがまあ残っているっていう時点で、まあ、その分の余力はありっていう感じですかね。非常にお見事なアタックだったかなっていう風に思います。いや、すごいですよね、これね。で、もう一本エレインさんの見ていきたいと思います。これですね。エレインさんのアタックは、よいしょ。この部分。ね。で、これ結構攻めにくいなっていうふうに思う方多いんじゃないかと思いますけども、どこにライトニング打っていくかというと、ここですね。打ち分けて、なるべく多くの施設をこれは潰していきますね。マルチインフェルノ2本をこれライトニングで潰します。で、上側ですね、今度、ここのところで。ね。で、こうすることによって、防衛施設のそのカットをするんですよ、こういうふうに。まあ、こんなようなイメージですよね。そうすると、まあ、こう攻めるにしても、こう攻めるにしても、ユニットたちが、まあ、この中央部分に比較的こう集まりやすくなるっていう。まあ、そんな感じの、形が出来上がりますんで、まあ、それを狙っているっていう感じですね。で、さっきのね、1本目の話もそうなんですけども、まあ、実際には、ライトニングを打ちながら、ネクロマンサーとかの、壊しにくい部分を、ちゃんと壊していたっていうのがね、やっぱ見逃せないんですね。ライトニング、さっきの、ま、一本目ちょっと見てもらえたらと思うんですが、ライトニングとクイックで壊したインフェルノと、クロスボウっていうのも、ですね、壁の中に囲われていて、ネクロマンサーのその遠距離攻撃では壊せないとこだったんですね。そこをしっかり壊しながら、
かつ、相手のそれがもう主力の防衛になってくるので、全体の火力も下げるっていう、まあ、一石二鳥のライトニングの使い方をしているっていうところは、やっぱりですね、外しちゃいけないポイントかなというふうに思います。で、そのまま上下、中央に展開したネクロマンサー、まあ、上側ちょっと少ないですけどね、展開したネクロマンサーたちが最後まで迫っていくという感じ。でもこの中央部分の、ここさえ突破できてしまえば、あともう、火力高いのはここだけですよね。そこに向けてグランドウォーデンの統合をしっかりと温存して持っていって、まあ、ウォーデンは基本的に火力というかそのユニットが多い方につきますので、ネクロがいっぱいいる下側にこうついてきましたね。で、ネクロたちが壁を開けてタウンホールに迫っていくよというところ。これ、壁の中にあるタウンホールを、ね、よく落としたなという感じですよね、本当に。これはね、正直びっくりしました。これ無理じゃねえのというふうに思ったんですが、これ統合を使っていって、スケルトンたちを無敵にして動かしていくんですね。で、アーチャークイーンがこれ、空いた壁の隙間から入っていく。多分ね、ここの壁に関しては、ここね、ウッドランチャーでここまで壊していくはずだったと思うんですよ。で、アーチャークイーンをこれ多分中央に、歩かせていって、で、タウンホールをこう殴らせるって形だったと思うんですけども、アーチャークイーンが外側にこう逸れてしまったために、その、まあ、戦略が実らなかったんですけども、それでもやっぱ壁にダメージがこう入っているのでね、こういう風に。入っているところなんで、中から出てきたイエティとかゴーレムが壁を殴ってくれることによってそこが開くという感じですね。で、結果を蓋をしてみれば、この大量のネクロを残した状態で全開取るというね、いや、まあ、なかなかすげえなって感じですよね、本当に。やっぱライトニングを使って主力の防衛を削りながらルートを作るっていうところ、そこのね、テクニックが、エレインさん、すごいな、シンプルにプランニングをしてるんだけども、抑えるべきポイントの抑え方が、こう、合理的だなっていうふうに思いましたね。ちょっとこれ見てみましょうかね。ちょっともう一回先のやつ。話しそびれちゃったかもしれないんで、これなんですけども、キングとマルチインフェルノがありますね。ここ。ここっていうのは、これの書き方すると語弊があるかな。ここですね。ここ。ここっていうのは、どうやっても、アーチャークイーンですら、射抜けないんですよ。壁の外側からこういう風に、ね。射抜ける距離じゃないじゃないですか。これ無理じゃないですか。こっちも無理ですよね。これ無理。なので、壊しにくい防衛を最初ライトニングで壊しちゃう。で、その時に、こっちの大砲を巻き込むか、クロスボウを巻き込むかって言ったら、手前側の大砲はもうスケルトンのネクロで移送できちゃうんで、こっち側巻き込みましょうって感じですね。こういう風に。これも同じ陸ですね。で、そうすることによって、ユニットたちがこういう風に、進軍しやすくするわけですね。こういう風に、3方向に。これやっぱね、ここが残っていってしまうと、インフェとかがガンガンこう、反撃してきちゃうので、ユニットが全部やられちゃうんですよね。でもそういう風にならないっていう。正面対正面で勝ち合うことができて、横打ちがされないっていう状態が作り上げられるっていうところが、このクエイクによった、による削りができている、まあ、大きな利点なのかなっていう風に思います。で、ラスト行きましょう。ラストはですね、リュウキさんのアタックを見ていきたいと思うんですが、やっぱね、リュウキさん、このネクロマンサーを使ったドバダシ系の戦術、マジうまいですね。前にも一回特集してるので、それもぜひ見てほしいと思うんですが、考え方は、さっきのエレインさんと同じですね、ここ。インフェルノがやっぱり、すごくね、いやらしい、なんかインストールうるさいですね。ごめんなさい。インストールめっちゃ言われてますけども、はい、ここですね。しっかりとインフェルノを削っていく。多分これね、クロスボウを一緒に巻き込みたかったと思うんですが、これ巻き込めず、これすごいもったいないライトニングの手形になりましたね。これは多分本人的にダミスだったと思うんです。これ反省して多分反対が打ちましたね、これはね。で、クロス棒は、壊せないと踏んで、インフェルノとこの辺の周辺の防衛を壊すという感じでやっています。で、こうすることによってさっきの1本目のエレンサーと同じですね。ここちょっとまあ、残念な削りではありますけども、ここがこう削れているので、ユニットたちがこういう風に3方向に散っていくことができるというわけですね。で、中央部分ウッドランチャーを通していくので、タウンホールに対してはウッドランチャーの中身プラスのウッドランチャーのこのウッド攻撃で削りを入れると。で、クエイクによってタウンホールが起動してますけども、起動していても別にね、これタウンホール14と違って、大工が回復とかさせないのでいいわけですね。むしろウッドランチャーがガンガン、体力をさらにこう削ってくれるわけなんで、で、そうしてるうちに、下手するとウッドだけでこれタウンホール壊れちゃうんですよね。っていう効果が得られるっていう意味では、すごいこのウッドランチャーの攻撃ですね。クエイクによる削ると相性がすごくいい感じですね。もうほとんど体力ないじゃないですか、これ。もうあともう、一小突きで、いけちゃうぐらいの体力なんで、はい、あったりこれを突破して、爆破ダメージは遠目で回避ですね。で、そのまんま、中央部分に入った大量のネクロマンサープラスゴーレムイエティがガンガン、方面のここをですね、押し切っていくっていう感じですね。外周側からはネクロマンサーがこんな感じで、
ちょこちょこ頑張ってくれてますね。反対側も同じで、こうスケルトンとネクロマンサーがしっかり進行してくれていて、削りができている状態になっていて、中央部分に主力がガッツッと入ってで、最後ここね、火力が高いんですけども、アーチャークイーンを後ろに引き連れたこのネクロマンサーの集団であれば、全然これ突破できちゃいますね。ゴーレムもやっとまだここで大きいのが弾けたっていう段階。体力的にも十分ですね。いやー、すごい。なんかこんな簡単に全開取れんのって感じですよね。ちょっと、僕もポンコツとボンクラとかでこういうのやってみようかな。前にやっぱりですね、一度、ジュンさんに、このネクロマンサーのドバダシ系の戦術習ったことがあって、それをちょっと忘れないうちにね、やっぱりもう少し昇華させたいなっていう気が、こういう攻め方を見てるとしたくなってきますよね。なので本当にワンチャンしかできないっていうクラン対戦リーグでも、ちゃんとライトニングを相手の急所に打ち込んでルートを作りながら、主力の防衛を壊すっていうことをすることによって、全然ですね、安定した全開が取れるような、まあそういう戦術に、このね、ネクロとバダシ系の戦術になってます。特にタウンホール12ではめちゃくちゃ、これがやっぱりね、良いわけですよ。タウンホール14で使っているレベルマックスのネクロマンサーがこの12でも使えるわけなんで、まあ弱いわけがないんですよね、これね。なので、ぜひですね、12の皆さん、これ使ってみてもらえたらというふうに思います。もうネクロの動画、僕のチャンネルたくさんありますんで、プレイリスト、タンホール12プレイヤー用の、動画まとまってます。そこを見てもらうと、大量にネクロマンサータックの動画出てきますんで、まだね、物足りないという方はそっちも見てもらって、腹落ちするまでこうね、煮詰めていってもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、タンホール12のネクロラッシュに関して動画をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか？これ良かったなというふうに思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、また私のチャンネルですね、タンホール12から14までこう幅広く、クラン対戦の解説系の動画をお届けしております。これからもどうぞご視聴いただけたら嬉しいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。